どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、ちょっと細かい話、まとめてね、やっていきたいなと思います。まずですね、先日ね、こちらの動画で、ハワイのねえ、争奪戦のね、 え、動画、え、出させていただいたわけなんですけども、まあ、こちらでね、結構ね、質問いただくのはですね、ハワイ以外の路線はどうなんですかっていうね、え、話をね、結構いただくんですけども、まだね、全部のいろんなね、あの人気路線を全部で、ね、試したわけじゃないんですけども、これからね、ちょっと順次やっていこうかな、なんていうふうに思ってるんですけども、ニューヨークのね、路線だけちょっとやってみたんですけども、355日前のね、ANA の国際線ビジネスクラスのね、予約に関しては、やはりね、ハワイほどね、あの、 競争率が、ね、高くなないいっていう風になりますんで、まあ、基本的にはですね全然取れるんじゃないかなっていう感じですかね。普通ねビジネスクラス往復ね8月のこの夏休みのシーズンね、まあ、普通に取ることができましたので。 ハワイ路線がね、一番競争率高いっていう風になりますんで、ハワイね、ある程度練習していただければですね、普通にね、他の路線もね、取れるのではないのかな、なんていう風に思いますので、ぜひね、試してみていただければな、なんていう風に思います。まあ、私のね、肌感覚にはなりますけども、普通に9時過ぎてもね、ビジネスクラス空席ありましたんで、まあ、これだったらね、多分余裕で取れるんじゃないかなっていう感じですね。まあ、ただね、ネイサージャージアね、あの、食らうっていう風になりますんで、私、個人的にはですね、ちょっとね、ビジネスクラスパース クラスね。乗れるのはね。まあいいんですけども、ネインサーチャージね。本当に食らいますんで、まあ私としてはですね。まあ、いろんな方面ね。外資系のマイルでもね。行くことができます。まあ、あのエコノミークラスにね。メインにな,なってしまうんですけどもちょっとね。今の時期にですね。このね、ネインサーチャージね。非常に高いんでね。行かれるのはちょっともったいないかな。なんていう風うに思いますんで。まあアメリカン航空のね。マイルであればね。結構比較的にね取れるっていう風になりますし、ネイサーチャージもね。 かからないまあ、マリオットポイントからね、6万ポイントで2万マイルにしかね、交換することができませんので、まあ、ちょっとね、制限はあるわけなんですけども、まあ、どちらかというとね、こっちの方がね、おすすめっていうところですかね。はい。ということで、次ですね、IHG ですね。私はね、ステータスダイヤモンドね、持ってるんですけども、まあ、ちょっとね、お金もないので、なかなかね、この IHG ホテルね、まだ手を出せていないわけなんですけども、なんとね、IHG ホテルが新ブランドのガーナーホテルブランドをですね、発表いたし ちょっとね、画面切り替えて見ていきたいなと思うんですけども、こちらね、IH ホテルのね、プレスリリースなんですけども、IH ホテルリゾートは新しいミッドスケールコンバージョンブランドのガーナーホテルを立ち上げました。ちょっとね。 マウスがうまくいってない。申し訳ない。はい。こういった形でえ、ガーナーホテルっていうのをですね、立ち上げたっていう風になるんですよね。で、新しいブランドはですね、えー、9月上旬にね、フランチャイズの準備が整いますということで、もうね、2023年の8月なんで、まあ9月上旬ということで、本当にね、あと数週間後にはですね、新しいこのね、えガーナーホテルっていうのが、 え、IJG ブランドね、開始になるっていう風になります。またね、こちらのホテルはですね、まあこういったね、たたずまいになっておりまして、ちょっとね、Google 翻訳で倉庫とか書かれちゃってるんですけども、まあこういった感じになっているんですよね。まあこれがね、あくまでイメージっていう風になっておりまして、で、こちらはですね、i h のね、ガーナーホテルの公式サイドっていう風になっておりまして、まあこういった感じになってるんですよね。非常に素敵ですよね。はい。こんな感じになっておりまして、で、下の方にね、行っていただくと、 ですね、まあ、ホテル特典とかね書いてありましてでこちらですね。 えー、コンプレメンタリーホットブリックファーストということで、あの、ホテルにはですね、ありますよね。あの、全旅、あの、宿泊者の方に、まあ、朝食をね、サービスしますみたいな、そういったホテルが。この前ね、私、えー、っと、どこだったかなえー、ロサンゼルスのね、えー、っと、ヒルトンホテルのホームツーバイスイートっていうね、ところ泊まったんですけども、アメリカ国内はですね、今、ヒルトンホテルって朝食なかったりするんですけども、ま、あそこのホテルブランドはですね、全お客さんに、朝食ね、あの、提供してるみたいな、ま、あそういった サービス出したので利用することができたんですよねまあそういった感じのねホテルっていう風になっておりますのでまあこのホテルに宿泊していただければ朝食特典はね利用することができますまたねこういったねあのペットとかもね一緒に利用することができるみたいなまあこういった感じのホテルになってるみたいですねこちらね公式サイトね概要欄に載せておきますので気になる方はです、ね、ぜひねチェックしていただければなぁなんていう風に思うんですけども it ホテルもね新しいブランドが発表っていた形になります それでは次にですね、こちらね、マリオットボンモイのプレスリリースなんですけども、デルタホテルがですね、とうとうマンハッタンに中心にシーミュレスな旅行体験をもたらしますということで、デルタホテルズ・バイ・マリオットっていうのはですね、マリオットボンボイのね、ホテルブランドにね、あるわけなんですけども、それがなんとですね、ニューヨークで初めてのね、ホテルということで、これね、デリタ、 ホテルズ・バイ・マリオットっていうのは、ニューヨーク以外にはですね、今もう展開されているホテルなわけなんですけども、今回ですね、ニューヨークにですね、新しくデルタ・バイ・マリオットっていうのが開業いたしました。ということで、こちらね、ちょっと見ていきたいなと思うんですけども、デルタ・ホテルズ・バイ・マリオット、ニューヨーク・タイムズ・スケアということで、エリアですね、ニューヨークのど真ん中のタイムズ・スケアにね、位置しているっていう風になるんですよね。で、こちらはですね、もうね、開業しておりまして、 こちらがね、公式サイトっていう風になっておりまして、デルタホテルズ、えー、バイマリオットということで、ニューヨークタイムスケアにね、位置してるって言った形になります。で、ホテルはね、こういった感じになっておりまして、いいですよね。はい、ちょっとね、宿泊しに行ってみたいですよね。 でですね、主なアメニティということで、えー、フィットネスセンター、ペット歓迎、高速インターネット駐車場ということで、特にですね、えー、クラブラウンジみたいな、そういった設備はね、なさそうなんですよね。で、客室がね、こういった形になっておりまして、詳細が見れないな。ダメそうですね。開こうとすると、あ、ダメそうですね。この写真しか今のところ見れそうもないですね。 ということで、ちょっと客室はお預けということで、もうね、マリオットボンモイの方で、あの、予約することがね、できるっていう風になりますんで、まあ、気になる方はですね、ぜひね、チェックしていただければな、なんていうふうに思うんですけども、場所が、あ、これですね。はい。ここはね、デルタホテルズ・バイ・マリオットがね、できる場所ということで、ニューヨークのね、タイムスケア、非常に有名なのあの、赤い階段があるのは、ちょうどここなんですよね。はい。ここら辺がそうだと思うんですよね。で、 この前のね、テンポバイヒルトン、ンタイムズスケアがえ、ちょうどね、ここら辺にできるっていう風になりますんで、ちょっと離れてるんですよね。ポートオートリティバスターミナルっていうね、まあ大きいニューヨークのね、バスターミナルあるんですけども、まあちょうどそこの裏側っていう風になりますんで、もうどっちかというとね、ニューヨークのタイムズスケアのヒルトン、まあこの前ね、年末年始の最後にね、えー、泊まったヒルトンホテルがあるんですけども、そこの近くですかね。はい。で、 タイムズスケアがね、ご覧になりますんで、えー、ホテルからタイムズスケアビューみたいな感じでは、まあ利用することはね、多分できないと思うんですけども、まあでもタイムズスケアはね、まあ2ブロックで歩いていけるっていう風になりますし、まあこっちの方行けばね、ブライアントパークもあって、 で、もうちょっとね、行っていただければ、えー、サミット版バンダービルトだったり、えー、グランドセントルターミナーだったりね、クライスラービルとかもね、あるようなエリアっていう風になりますんで、まあ、立地的にはですね、めちゃめちゃいい場所にできるっていう風になりますね。これはね、ちょっとね、今度ニューヨーク行った時にね、止まってみたいですね。先ほどね、ちょっと価格を調べたんですけども、一泊ね、6万から7万ぐらいしますんで、結構高いですね。 はい。まあ、こういった感じでですね、デルタバイマリオットはですね、ニューヨークにね、初めてできましたっていう風になりますんで、ニューヨークに行かれる方、ぜひね、チェックしてみていただければなと思います。 それでは次にですね、あんまりね、影響ないかもしれないんですけども、ユナイテッド航空の成田からホノルル便、これ、ずっとね、運休してるんですけども、2023年のね、10月末から、えー、冬スケジュールがね、出たということで、なんとですね、こちら、運休継続ということで、えー、残念ながらですね、まあ、成田からね、このホノルル路線っていうのは、 あの、ANA がね、エアバス380飛ばしておりますけども、まあ、ユナイテッド航空もね、飛ばしてたということで、まあ、利用されたい方ね、いらっしゃったと思うんですけども、残念ながらですね、2023年10月以降もですね、運休ということで、こちらね、私復活すると思ってたんですよね。まあ、今ね、もう、 飛行機ね、どんどん復活してますんで、まあコロナでね、閉鎖みたいなね、どんどん減ってきてるわけなんですけども、えー、残念ながらですね、こちらね、運休継続ということで、まあこちらね、成田ホルールウェス線の遊泳便ね、待たれサ方ね、中にはいらっしゃったかもしれませんので、これも覚えておいていただければなと思います。それでは次にですね、こちらね、ターキッシュアラインズのね、公式サイトっていうふうになりますけども、えー、独特のね、イスタンブール体験ターキッシュアラインズ無料サービスということで、えー、こちらね、気になる方、 公式サイトで外来に載せておきますので、ぜひね、えー、見ていただければなと思うんですけども、こちらですねイスタンブールの国際空港の乗り継ぎで6時間から24時間の乗り継ぎである場合は無料のねツーリストイスタンブールサービスをね利用してイスタンブールのね、えー、ツアーにね参加することができるっていうふうになるんですよね。まあこちらですね特典航空券でもオッケーっていうふうになりますし、このターキッシュアラインズのね乗り継ぎで無料のねツアーは利用できる。 っていう風になりますんでこれはね覚えといてまあそうはないのかななんていう風に思いますんでぜひね覚えといていただければなと思います私もね結構前にですねこのターキッシュアラインズのねビジネスクラスでこのイスタンブールの空港でね結構乗り継ぎ時間長かったんですよね柔軟時間あったんですけども私はねダイヤモンド収容であの 乗り継ぎでね、利用させていただいて、ビジネスクラスのエラー運賃に、まあ、近いようなね、非常に安い運賃が出て、まあ、私は利用させていただいたわけなんですけども、まあそれでですね、このイスタンブールのね、このタキシアラインズのラウンジって、ビジネスクラスで乗り継ぐとですね、 あの、ホテルの個室みたいなのを、まあ、ラウンジ内にあってね、利用することができるんですよね。めちゃくちゃびっくりして、それも3、4年前だったと思うんですけども、まあ、そういう前でもですね、そのぐらいのね、非常に高いね、サービスをしておりまして、まあ、今回のね、このサービスに関しては特にね、あの、ビジネスクラスじゃないと利用できないみたいなね、まあ、そういったわけではなさそうですので、まあ、こちらね、ぜひ覚えておいていただければなと思います。それでは次にですね、残念なお知らせがね、入ってまいりました。 ジャルはね、プレスリリース出ておりまして、まだね、ANA はね、出てないと思うんですけども、ネイサーチャージのね、改定が発表されました。で、今、現行がですね、ハワイの方でね、見ていきたいと思うんですけども、今、現行ね、こちらですね、片道18,400円、ネイサーチャージね、かかるわけなんですけども、なんとですね、2023年の10月からですね、 はい。10月から11月30日発見分に関しては、えー、こちらがね、適用されるということで、えー、ワンランクね、上がってしまいました。ということで、ハワイにね、えー、特典航空券ジャルマイルでね、ジャルの飛行機で行かれる方は、21,300円ですね。負担していただく、往復なんでこれがね、倍になるっていうふうになりますんで、えー、残念ながらですね、ネイサーチャージまた上がってしまいましたね。まあ、今ね、円安の影響をね、かなり受けているっていうふうになりますし、まあ、そんな話も聞いておりますので、 まあ、ネイルサーチャージね、上がるんじゃないかみたいなね、話だったんですけども、残念ながらね、上がってしまいました。ということで、今できるね、対策としてはですね、こちらの適用されるのが、2023年の10月の1日から11月の30日発見分までということで、このね、ネイルサーチャージっていうのは、発見した時のね、価格が適用されるっていう風になりますので、もしね、10月以降ね、利用される場合であってもですね、9月中にね、発見していただければ、まあ、今のね、 あの料金でねあの算出されるっていうふうになりますのでもしね利用される方はできるだけ早めにね発見していただくのがねおすすめって言いたがちになりますでまあ今回ね JAL が年差チャージねワンランクアップしたっていう風になりますんでまあこれがね ANA は変わらないなんていうことはねほぼほぼありえないっていう風になりますんで、まあ、ANA も同様にですねもしね10月1日以降のですね特典航空券で発見する予定のある方はですね、まあ、9月30日までね発見していただいた方がまあ基本 的にはお得っていう風にななりまますすでぜひね覚えてておいいいいただければなぁと思いますいやーね、ドル円のレートがね、かなり悪いんで、まあ、今後もね、ちょっとね、良くな、ね、い方向に進んじゃうんじゃないかな、なんていうふうに思うんですけども、いやもうね、為替が本当にめちゃくちゃ良くないんで、介入とか入らないんですかね。はい。前回結構介入とかね、入りましたけども、今回は全然そんな話も、あの、聞いてないので、ちょっとね、心配ですよね。 それでは次にですね、こちらはシンガポール航空のね、公式サイトなんですけども、こちらね、結構いいです。いつもね、紹介させていただいてるんですけども、えー、ラス、ラブ SQ 旅ということで、こちらね、公式サイト概要欄に載せておきますんで、えー、気になる方ぜひチェックしていただければなぁと思うんですけども、こちらね、シンガポール航空のまあ、航空券セールみたいな感じで、このね、シンガポール航空の航空券セールはですね、 燃油サーチャージがかかんないんですよ。これがね、非常におすすめポイントっていう風になりますんで、結構ね、お得に利用することができるんですよね。で、今回ですね、8月の21日から7月の24日、4日間限定ということで、かなりね、期間短いんですよね。この動画が出てるのが、8月のね、19日に出てると思うんですけども、まだね、開始になっておりません。あさってですかね。はい。厳密に、そうですね、厳密にあさってにね、開始になるっていう風になりまして、最大ね、35 5%オフでね利用することができるっていう風になりますんでこちらねかなりお勧めっていただきになりますまたね航空券の予約は最もお得な運賃を保証しているシンガポール航空の公式サイトからということでまあ、安さにね自信があるっていう感じなんですかねでこちらねあのエコノミーとねプレコビジネスね全部ありますけども こちらね、エコノミーになるわけなんですけども、結構ね、いい値段でね、出ているっていうふうになりますので、シンガポールとかですね、またね、あの、東南アジアとかね、えー、あの、モルディブとかね、まあ、利用されるね、予定がある方、もしいらっしゃいましたらですね、ぜひね、こちら、乾くね、見ていただければな、なんていうふうに思います。で、割引率がですね、シンガポールだったら、えー、35%オフで、これはビジネスでプレイコですね。で、エコノミーだと30%オフで、ロサンゼルスの、えー、ビジネス、えー プレミミアムエコノミーだったら25%オフで、その他の目的地は20%オフということで出発地はえ羽田、成田、中国、関西、福岡ということで結構ね、いいですよね。で、行く先もね、結構ね、 えー、たくさんありますんで、かなり利用しやすいと思います。で、予、え、約、ー、期間はですね、先ほど言った通りね、8月の21日から8月の24日。で、こちらね、旅行期間かなり先なんですよね。で、もね、期間はね、かなり長いんです、えー。2024年の1月の15日から7月の12日っていうふうになりますんで、これね、来年のゴールデンウィークとかね、夏休みの頭とかもね、入ってくるっていうふうになりますんで、これもね、結構ね、えー おすすめポイントっていう風になりますんでね。ぜひね、チェックしていただければな、なんていう風に思います。それでは次にですね、あんまりね、影響ないかもしれないんですけども、フィンエアーのね、あの、マイレージサービスがですね、ブリティッシュアウェイズのアビオスをね、採用するっていうのを発表いたしました。こちらね、2024年の えっと、いつだったかな ?2024 年初頭ですね。はい。こちらね、開始になるということで。まあ、残念ながらですね。今ね、あの、British Airways の a ビ i o s って、昔はね、すごいあの、Abios を使って JAL の特典航空券国内線とかね、めちゃくちゃお得だったんですけども、それもね、解約に次ぐ解約で、今はね、もうお得に利用することができないということで、まあ、この a ビ i o s 自体ですね、もうね、おすすめはね、させていただいてないわけなんですけども、私はね、あの、昔の名残でね、まだ2万マイルぐらいね、あの、持ってたり、 すするんですよねまあ一応ねこのフィンエアがですね2024年の初頭ぐらいにですねアビオスにねあのマイレージサービスねなるっていうふうになりますんで、まあ、ちょっと前にですねカタール航空のマイレージサービスもねこのアビオスに、ね、なったっていうふうになりますんでまあこれねあの実際に統合されてお得路線ねもしかしたら出てくるかもしれませんので一応ねこの点も覚えておいていただければななんていうふうに思います。 で、次にですね、羽田空港国際線のセキュリティチェックなんですけども、こちらね、ツイッターで教えてもらったんですけども、優先レーンですね、復活したそうなんですよね。復活してですね、残念ながらステータスでね、こちらも利用することができなくなったということで、正真正銘のね、ビジネスに乗る方、ファーストに乗る方のみね、このね、優先レーンが使えて、あの、ステータスね、持ってる人が、あの、優先レーンとかね、使うことができないっていう風になりますんで、あの、羽田空港のね、国際線 のあのセキュリティチェックね結構ねゴールデンウィークとかねめちゃくちゃ並ぶみたいなね結構聞いてたりしてたんですけどもまあ、今年そんな聞かないんで今年はあの今年してかまあお盆の時間ねそうでもないのかもしれないんですけどもまあ、一応ねセキュリティ年で、ね、復活してえビジネスファースト乗る方のみね利用することができるっていう風になりますんでねこの点も覚えておいていただければなぁなんていう風に思いますまあ羽田空港ねちょっと前からねあのパソコンとかもね出さなくって良くなったじゃないですかですんでね あの非常にねスムーズにねセキュリティチェックね受けるように受けることできるようになったので、まあ、これがね理由なのかもしれないですねステータスもまあ、ある程度の方がねさばけるみたいな感じでビジネスファーストのみね入れるみたいな、まあ、そういった感じになったのかもしれないですね。 はい。ということで、今回ですね、ちょっと細かい話ね、まとめて紹介させていただいたわけなんですけども、いやね、ちょっとね、マリオットのね、デルタホテルね、めちゃくちゃ楽しみ。まあ、これはね、私だけかもしれないんですけども、まあ、ちょっとね、あの、次のね、ニューヨークとかね、ここで考えたいな、なんていう風に思っておりますので、まあ、ちょっと行けるかどうかね、あの、価格次第、ちょっとね、値段めちゃくちゃ高かったんで、まあ、行けたらね、ちょっと行きたいなと思うんですけども、めちゃくちゃ高かったらね、ちょっとね、すっごい安いホテルね、泊まって、 するかもしれないですね。ということで今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントね、やっておりますのでぜひねチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。